そして求人をメインにした小さな案内広告、いわゆる産業広告。その1行は横約5ミリ、縦およそ4センチ。新聞のですね、はい、産業広告を見てそちらにお電話差し上げたんですが、はい、今回ですね、はい、そちらで取材ができないかと思いまして。あ、そうですか。そうしましたらですね、代々木の西口を出ていただきまして、そちらのビルがありますので、はい、そこの4階になります。すぐ分かるって言ってたんですけどね。ここか。不思議研究所、何を研究するところなんでしょう。不思議研究所でしょ。4階はあれないよ、不思議研究所。このビルに間違いないはずなんですが、とりあえず4階へ上がってみることにしました。あった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 、ありましたありました。あれ、紙、ほら、うわー、石膏。大丈夫かな、これ。いいですかね。あ、すいません、ちょっとすいません、この産業広告のですね、はい、これを見てちょっと、お話をお伺いしたくて来たんですけども。はい、少々お待ちください。あ、すいません。コンピューター、全部看板も紙ならば、天井のこの配線も全然、あんまり細かいところこだわんないのかね。時計、時計落ちるよあれ。危なくないのかな。なるほど、不思議な雰囲気が漂っておりますが。失礼します。あ、すいません、お仕事中。さて、その研究の正体は。これ今産業広告に、はいはい、不思議な能力を持っている人募集って出てますけども、この不思議な能力っていうのは一体どういうことを指してるんですか。まだ科学で証明されてないような、スプーン曲げってのは以前ありましたけども、はいはい、じゃあ超能力とかそういうものを指してるんですか。そうです、一応そういう全般を募集しまして、うちで科学的に調査して分析していると。ここにキャラクターがいますけど。あ、キャラクターもあるんですか、ちゃんと。これがいわゆる不思議な方ですね、いわゆるお化けで、これが科学の方で、ロボットと。不思議はやっぱり科学とね、ロボットの方とあんまり仲良くなかったと思うんです今までは、やっぱりお互いにこう批判し合うっていうかね、それをこうお互いに腕を組み合って仲良くしようっていうね、そういうポリシーでやってるもんで。だけどこれを募集して集めたからって、それで仕事とかお金とかそういうのはどうなんですか。一応取材した結果は本にしたり、その取材ビデオを作ったり、我々これが一つの唯一の収入源なわけですね。こういう本や何かいろんなものを出すために、まずここから始めなくちゃいけないという。そういうことです。産業広告から、これは情報の入力ですね。こっちが出力であると。この広告自体がその不思議な広告なんでね、見たところ何だか分かんないっていうんでですね、この広告は一体何だっていう電話はもちろんあるんですけども、1年間で1000人ぐらい。その不思議な、その中には本当に不思議な人とか。もう本当にいますね。やっぱ不思議じゃない人もいるでしょ。もちろんです。中国に一回取材に行ったんですね。で、中国にもですね、産業広告というのはちょうど新聞の折り目、これが不思議研究所なんですよ。いろんな人がこういましてね、例えばこういうとこから鳩の鳴き声がポポポポって言葉がね、いっぱい聞こえるって言うんですよ。で、中国ではね、とにかく名前がついてるくらいね、そのある意味ではポピュラーな超能力なんですって。調べたらこうやってやったら鳴かないんですね。太陽を消すって言うんですよね。でもね、中国ならあり得るかなと思って行ったらね、わー、つってね、叫ぶんですよ、太陽に向かってね、その人が。全然消えなかったですね。それがね、消える時もあるって言うんですよ。ガセネタにもめげず、不思議な能力を求めて駆け回る所長さん。本業はコンピューターソフト会社の経営者ですが、不思議の解明こそ我が命。産業広告がその情報源です。こちらどういう会社なのか、分からなかったもんで、ちょっとお客様のお知りになりたい情報とかで、電話番号調査とかも伺っております。少しお話をお伺いしたいんで、そちらの方にお伺いしてもよろしいでしょうか。結構ですけれども、失礼ですが、お名前だけいただけますか。山口と申します。そしたらお待ちしておりますので。はい、すいませんけども、はい、ごめんください。先ほど電話した山口と申しますけども、ですね、そこが知りたいというTBSの番組なんですけども。申し訳ないですけども、テレビの取材を断っております。でですね、取材っていうか、ちょっとこの今産業広告についてね、いろいろとこって今、
取材してるんですけども、分かる方いませんかね、嘘の。ちょっと言ってます。そこが知りたいと言います。すいません、はい。すいません。取材拒否をする理由は何か。ドアにはマジックミラーがはめ込まれて室内が見えないようになっています。なんとなく怪しげですぞ。お待たせいたしました。あ、すいません。中からこれよく見えるんですか。そうですね。お、はい、あ、こんなはっきり見えるんですか。ちょっとスモークかかってるだけですね、これですね、はい。外から見ると僕はですよ、姿見みたいな感じでいい男に映ってたんですけど。気のせいです。あ、気のせいですか、はい、失礼しました、ね。すいませんけど、実はこの会社は全国に17の支店を持つ探偵会社。取材を渋ったわけは依頼人のプライバシーを気にしてのことでしょう。失礼します、はい。女性の方多いですね。そうですね、私でもスタッフは女性で軌道は男性なんですよ。どうぞ。はい、そちらのこのピアスはおしゃれですね。いい、そんなことないんですけど、あくまでちょっとまさかね、いかつい顔で調査行ったら皆さん敬遠しますんで。浮気調査に人探し、まあ様々な探偵業ですが、電話調査とは何なんでしょう。この産業広告の、はい、電話調査ってどういうことなんですか。あのですね、ええ、電話からその住所、ええ、氏名、そういうふうな調査っていうところなんですよ。これは名前はちょっと何なんですけど、ええ、医者のデータなんですよね。お名前、生年月日、勤務先、ええ、住所、すべてこういう名簿から開い出していってるんですよ、私どもは。何かもしよかったらやってみますけど。岩泉、これは何ですか。昔お世話になった人で音信の途絶えた知人の電話番号を割り出してもらう。しかし名前と以前の電話番号などの手がかりだけで本当に割り出せるんでしょうか。情報をコンピューターにインプットします。はい、その時に、ええ、岩泉さん191名いるって、はい、え、同姓同名ですね。もう、え、それ日本全国にですか。そうですね、24年5月の21日。不確かな生年月日を入力。25年はないですね。26年で一遍調べてみましょうか。26年いますよ。これが、まあ、いわゆる岩泉稔さんの、本名と、その生年月日と、あのテレビですから、はい、まあ、電話番号が出てるという感じで。昔僕劇場でコメディアンやった時に支配人であるんですよ、はい、お世話になった人なんですけども。そうですか、実家秋田だっていうのは聞いてたんで。コント山口君と武田君の山口と申しますけども。山口君。え、美濃さんでしょ。そう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 、久しぶりです。どうも。え、久しぶり。ああ、いや、あるね、うん、いや、間違いないですよ。私もそう喜びの声したら調べた回ありましたけどね。これって、はい、法律とかの、そういう通販とか電話も知らないとこからかかってくるのってありませんか。ああ、ありますよ。そういうとこから女性の声で、はい、そういうとこからこう情報を集めてるんですよ、私どもは。ってことはこれは誰にでも手、ある意味では手に入る。そうですね、情報であると。そうですね、まあ、今テレフォン関係、テレクラっていわゆるありますよね、はいはい、そういう感じでその女性側が男性側にトラブルされますと、男性って架空でよく名前を言われますよね、はいはい、それで電話番号だけしか聞いてないっていうところで本名とかそういう感じを割り出してるんですよ。そういうお客さんが多いですね、今は。何でも分かってしまう情報社会です。私新聞の産業広告を見てそちらにお電話したんですが、はい、そちらで取材ができないかと思いましてお電話差し上げたんですが。構いませんよ、新宿の西口を出ていただきます。この辺ですよね、西新宿ラボ、看板が出てるはずなんですけどね。あ、あった、これですよね、3階。いいんですかね、これ入ってっちゃって。人々のニーズが新しい商売を生む。でもなぜ自分で写真を現像する必要があるんでしょう。ちょっと怪しいんじゃないですか、これ。大丈夫かな。だんだん薄暗くなってくる気がするんですが。営業中。失礼します。失礼します。産業広告のですね、一覧を見てきたんですけれども、はい、ああ、はいはいはい、ここは
写真屋なんですけれども。あ、写真屋さんですか、はいはい、お客様とかいないの。これなんかやけに爽やかなカーテンになってますよね。明るいお店というのを目指してますんで。カーテンで仕切られた部屋が並んでいますが、ここだけではありません。2階へ降りるともう一つの部屋。暗いですね。じゃあ個人撮影用の実はスタジオなんですけど。スタジオ。スタジオではプライベートな写真を撮ることができます。例えば恋人のヌード写真とか、あまり人に見せたくない類の写真。すいません。はい。あ、TBS のそこが知りたいなんですけれども。あ、どうもすいません。はい。あ、ちょっとあの見させていただけることってできますか。カメラがあるんですけど。いいですよ。大丈夫ですか、ええ、すいません失礼します。すごいこの個室でやるっていうのがなんかまた、そうですね、落ち着いて、撮影から現像プリントまで人目に触れることなくできてしまう。町の現像屋さんでは、こういうのっていうのは現像していただけるんですか。フィルム現像されるんですよ。プリントがないっていうのは時々ありますよ。だそういうなんか嫌な思いするんであれば、こちらに来て自分でやった方がなお何もないですから。3年前の開店以来人気も上々で、ただいま会員5000人。もちろんそうした写真ばかりではありませんで、撮ってから出来上がりまで自分の手でという凝り性の写真愛好家が1日30人も利用しております。産業広告に人々のニーズに応える商売がありました。求人情報誌にも掲載されていますが、何といっても新聞の産業広告の中でひときわ目立つのが土木建築関係の募集記事。特にスポーツ紙はこの手の広告であふれんばかりです。産業広告に載っているこの字、一般の人は読めるでしょうか。超え超超超わしわしスタスタとびとび。おお、さすがですね。なんでどういうかけらの仕事なさってんですか。いや、建築屋だから。あこれ分かんなかったら、建築屋落第だよ。とび、江戸時代の町火消しが飛び口という道具を使って消防活動をしたことからそう呼ばれるようになったといいます。今建築現場での仕事は鉄骨を扱う鉄筋工事業、大工仕事の大工工事業、そして左官工事業など専門に分かれていますが、飛びもそうした職種の一つで、高いところに上がって足場を組む仕事。特別な資格は必要ありませんが、5メートル以上の足場の組み立てを行うには足場の組み立て作業主任者という資格がいります。もう一つ組めばあとほら積み木ですから。じゃあ昔積み木遊び好きだったんですか。積み木崩しようだったんですよ。志賀さん、はい、今やってる仕事は何ですか。これ玉掛け。玉掛け、はい。玉掛けとは、建築資材にワイヤーを巻きつけクレーンで運ぶときに荷崩れしないようにする作業。間違いがあっては大変な作業ですから免許を必要とします。トビは普通あまり長くはない期間の契約で働きます。出入りも激しく、したがって毎日の産業広告は欠かせません。ある建設会社の営業所で張り込んでみました。産業広告を見ながら営業所を訪ねる人、姿形から飛び職に違いありません。で今まだ現在仕事をやってる状態なんですよ。で今月いっぱいは今の会社に、まあ、あの契約でやってますんで、はい、できれば来月ぐらいからと思ってるんですけども、希望としては、まあ、契約で、の方がいいんですよね。今まで、まあ、そういったあれで15日とか、まあ、20日とか、まあ、10日とか、うん、希望金額っていくらぐらいの。いや、希望はまあ仕事を、まあ、売るのはもう大してできませんので、見てもらって現在は1万7000円今いただいてるんですけども。次の仕事の当たりをつけて帰宅する萩原さん。彼はなぜ長期の契約をしないで現場から現場へと渡り歩いているのでしょうか。なんか顔だけ見れば、はい、飛び職って感じないですね。でもあなたおいくつですか。自分30です。30歳、はい、奥様おいくつですか。19になったんだっけ。え19歳、はい、え奥さん。まず驚いたのは奥様は19歳。
お子さん何人いらっしゃるんですか？2人います。